皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのがねです。今回のテーマはこちらになります。ペンツブ選手におす,すめのレシーブ時の構え方を紹介したいと思います。では実際にどういう構え方をしたらいいのかっていうのをもうさっさと紹介していきたいと思うんですけど、真正面に向かって台に対して真正面に向かって構えるっていうのがポイントになります。こういうことですね。 えー、何でこう真正面に構えるのかっていうことなんですけど大体裏裏の選手っていうのは、まあ、右利きだとこう,右足をこう引いてこういうう構え方方すごいする方多いと思うんですよ、ね、逆に粒の選手で自分がおすすめなのはこう真正面を向いて構えてもらう。まあ、なぜこういうことをするのかっていうと裏裏の選手っていうのは大体右利きでいうとこう右足をか引いて構えていると思うんですけどこれはなぜかっていうと。 攻撃ををすするるススペースを作っているんですよ、ね、ドライブマンなんでやっぱり攻撃どんどんしていきたいのでここに攻撃ををするるススペースを作っているだからボールをこう引き込んでゴンって打っていっていいんですけどつぶの選手っていうのは別に攻撃するスペースっていうのがまあもちろん浮いてきたらこう引いて打つ方がいいんですけどまああんまり攻撃しようと思ってレシーブする方いないと思うので。 こういうい正面に構えることで単純に速い打点でこれがつぶたか選手なのにこう裏裏の選手のようにこう足を引いて構えてしまうとこうフォア前とかねサーブ来た時とかもこう入るのがこれだけ動かないとダメなんですよねなのでこう速い打点でパパンって取れないんですよね。 パンってこういう感じで動けちゃうのでこの台に対して正面に構えることで速い打点でこうどん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 簡単にさばきやすいっていうことでもちろんど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 んつぶたかでも攻撃していきたいんやって考えている方であればこう足を引いて こういう感じで構えてもらうっていうのは間違いではないと思うんですけどその大体のペンつぶの選手っていうのは攻撃をすることより速い打点で取っていくことの方が大事なのでこういう正面で構えてレシーブするっていうのを皆さん是非一度チャレンジしてみてください。ありがとうございました